18分です。おはようめばしからお送りしております。さあこの時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とあっしーこと関橋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、しもします。はい、今日本当に雲一つない。本当にね、雲あったありました。皆さん生きてないで。前橋の方はちょっと西の南の空の方に雲あります。西の南の方、はい、MM から見て西の南の方にあります。雲一つない。あれ、それはあーちゃん視線でね、あーちゃん愛の範囲にはないですけど、足の目には入ってきました。ああ言えばこういう少年なんですから。なんでこう言えばああいうあーちゃんなんですから。本当に。はい、今日は秋晴れということで、はい、まあ、カラッとしてますからね、空気も乾燥しますので、インフルエンザ対策もね、はい、もう早めのうちからそうですねしておきましょう。はい、では今日のメールのテーマ、アッシュさんお願いします。今日のテーマはイッツジョーク。はい、イッツジョーク。はい、あんなジョーク、冗談を言った言われた、さすがにあれはジョークであってくれ、うん、さらにあなたは騙されやすい、それとも憎いという感じで。騙されやすい憎いはイッツジョークはあんま関係なくないですか。関係ありますよ。関係ありますか。なんかその冗談に、そうやってメールの幅を広げてメールを増やそうっていう作戦じゃないですか。だってイッツジョークって難しいじゃないですか。いや難しい。別に今日はジョークの日とか、今日ジョークの日ですか。うん。だからもうの、え、なんだ、イッツ、しかもイッツが気になるし。それはジョーク。え、ジョーク。うん、それは冗談。よくわかんない。普通にジョークだけでいいんじゃないですか。ダメ、やっぱイッツジョークっていうのが、いや、意味わかんない。イッツジョークって聞いた時にイッツってなんで、イッツ、今日昨日明日いつのいつなんだろうって。お墓っぽくていいじゃないですか。なるほど。さあ、ラジオネームトゥーパンプさんからいただいているメールです。はい、ハニョン、あーちゃん、ハニョン、おざます、アッシさん、おざます。芸人さんの経験があるアッシさんなら、はい、いろいろなお祝いの席でネタを披露したことがあると思いますが。あります。私もカメラマンとしてお祝いの席の経験がいろいろあります。はい、お祝いの席での余興が本人たちはジョークのつもりなのに、うん、シャレにならないことが時々起こる。うんうん、私が目撃した結婚披露宴で最もシャレにならなかったのは、はい、年の差25歳、奥さんが年上のカップルでの披露宴だったそうです。同じ職場同士のカップルで、女性はベテラン社員、男性は若手の社員でした。披露宴でのスピーチを聞いていると、この結婚に対して両家で何かごたごたがあるようで、なんとなくピリピリした雰囲気。はい、余興が始まり、女性の同僚のグループの合唱、そして男性の同僚グループの余興でその事件が起きたのです。はい、森高千里さんの私がおばさんになってもを男性同僚のグループが歌ったのですが、突然新婦の親族からなめてんのか、失礼だろうという怒鳴り声が会場に響き、その瞬間に新婦がうわーと号泣したことから両家が怒鳴り合う事態となりました。何それ。奥さんが年上っていうことだからですよね。もうおばさんになってもっていうか、おばさんだからってことですか。そういうことだと思いますよ。25歳差ですからね。あ、新郎新婦の会社の上司と思われる方が余興をやった男性の同僚グループを怒鳴りつけ、もう披露宴をめちゃくちゃ修羅場と化したのです。突然ですが披露宴は中止。後にも先にもあんな結婚披露宴は初めての経験でした。あの新郎新婦がその後どうなったのかは私は知りません。それではお後がよろしいよ。全然よろしくないよ。お後よろしくないよ。いや、これはでもなんつうのか、その上司の優しさみたいな、その何言ってんだよって気持ちわかるけど、うん、主役は新郎新婦だから、うん、新婦からしたら逆に何してんじゃっていう感じじゃないですか。その、まあ、それがなければ普通に進んだわけじゃないですか。確かに。はあ、そうだね。この多分怒鳴り声に響いて、多分新婦さんはわーっと泣いてますからね。なんとも言えないです。うわー、だからもうデッドボール当たった人より、あの乱闘の人の方がすげえ血気盛んに乱闘しちゃって、当たった人はそんなに、あれ、俺はまだ大丈夫なんだけどなみたいな、もう乱闘したいタイプの心の人だと思う、きっと。すっごいわかりやすい。多分だから学生時代野球部だったら、その人は乱闘マンだったっす。乱闘一番にベンチから飛び出していく人だ、きっと。
もうなんか当たったことよりも乱闘がしたいのよ。なるほど。だからその歌ったことよりも文句をつけたいんだったと思うんですよ、きっと。もうとんだ迷惑ですよ。もう多分お酒も入ってるからね、宴会といえば。そうですよね。こういうのがあって、だから新郎新婦にとってちょっとついてない。だから俺としてはですよ、はい、その人抜きでもう一回やってほしいですね。もう一度、もう一度結婚式中断になってますからね。いやーこれはね、でもだから捉え方っていうか、その本気で怒る人見ればクスクスって笑うぐらいで済めばよかったですけど、ね、もうその歌うのはちょっとっていう、大人になればね。でもまあアッシーもすげえ披露宴の欲求いろいろあるから、いろいろ珍事件はあります。え、何ですか、聞きたい。なんか、うん、友達の結婚式で、ね、はいはい、まあいろいろ端折りますけど、うん、なんかその余興タイムの司会やってたんですよ。はいはいはい。でなんかまあ友達といろいろ相談して決まってたんですけど、アッシーは背中が服着てないスタイルだったんですよ、うん、前だけ貧乏ちゃまスタイルで。嘘でしょ。後ろはまあほぼ丸出しの、前は着てますよ。あ、なるほど、余興でちゃんと着替えたってことですよね。あ、そう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 。よかった。後ろ向くとまあ見えちゃう、あの お尻とかも見えちゃうから前も言ってたんですけど、よくないか、はい。で、あのなんかなんだっけな、いろいろゲームやって、罰ゲームで、うん、あの負けた人がこう、まあ、あんまよくないんですけど、椅子に、うん、あのなんか画鋲みたいなのが置いてあって座るみたいな罰ゲームがあったんですよ。はいはい。で結局それゲームして負けたやつが座るみたいになったんですけど、あの参加者のおじさんがやめろ、危ねえ、やめろやめろってすげえ言って、でなんか司会止めろみたいな、うん、で俺が分かった、やめようっつって止めに入ったんですけど、その座ろうとした子が足の上に乗っかってきて、うん、足がそのまま椅子に座って、あのなんだろう、防御力ゼロのお尻に画鋲がちょっとあのいってしまいまして、ああっていう。でちょっとまああんまり笑えないけど、ちょっとあの赤い液体がね、ちょっとなって、で垂れて、これが本当の結婚式だっていう、あの二つの目で結婚式だねっていう感じで終わりましたね。ね、本当にすごい。いやもう本当になんかでも面白い、受けたんですよ本当。ちゃんと受けたけど、その藤様のもうやめろみたいな。そう、やめろ、その人は本気で。ジョークだったのにね、こっちはね。こっちはまあなんか冗談で、わーやいてーみたいな感じで終わるはずだったんですけど、その人はすげえ必死で、お、止めろ止めろ、司会者危ねえぞって言って、止めに入ったら挟まれちゃった。ジョークのつもりが、その人が入ったことによって本気に本当になっちゃった。そう、俺も助けなきゃと思って止めに行ったら、その友達が座ってきちゃって、足も一緒に巻き込まれて、足が座っちゃう。足が座って友達が上に乗っかるっていう。あーって、よりによって服着てないところっていう。で、あの両方結婚式になっちゃったっていうことですね。血の後の結婚式になってしまいました。あー、はい、すごいな、足さんは。もう本当に二十歳頃ですよ、若いと。若気の至りです。ラジオネームひーくんさんです。はい。ちょっと前に、うん、イカホグリーン牧場で生まれたポニーの赤ちゃんが、はい、ロバに似てるからロバオと名付けられたのはジョークじゃないかと思い、うん、先日グリーン牧場に行ったらジョークじゃなかったです、可愛かったですよと。あ、出た。これ皆さん覚えてますでしょうか、うん、半年ぐらい前ですかね、うん、にアッシさんと一緒の日だったんでしたっけ。多分なんか聞いた気がしますね。ね、グリーン牧場で馬のね、うん、赤ちゃんが生まれたと、はい、名前は何って言ったらロバオだったんですよ、うん、ね、でなんでかなって言ったらロバに似てるからっていう。かわいそうですよ、馬だよっていう。馬オにしてほしかったな。ポニオじゃないですか。ロバオです。ロバオ、ね、多分ヒークさんはジョークだと思って見に行ってくれたんですよ。はいはい。ヒークさんもすごいですけどね、したらちゃんといたんですって、ロバオが。ロバオね、なんかあれもあったよね、桐生が丘遊園地の動物になんかレモンじゃなくてなんか、はい、いましたね、何でしたっけ、なんか名前つけたみたいな、うん、忘れちゃった、なんだっけな、桐生が丘動物園ですよね。そう、それもあった気がする。もうちょっとね、なんかちゃんとした名前の、うん、なんかなんだっけ、野菜か果物のかレモンちゃんとかじゃなかったっけな、なんか。でもさ、やはりこういう風に私たちの印象に残ってるわけじゃないですか、うん、あ、これ印象残る方がいいってことですか。多分ロバオだって忘れてほしくないじゃないですか、自分のこと。ああ、そう、じゃあロバート・デ・ニーロとかの方がいいじゃないですか。
ちょっとロバも引っ掛けてるけど、ロバオじゃちょっとまんますぎるから、ロバートとかでいいじゃないですか。ポニーのロバートみたいな。どっちどっち。山本さんは群馬出身だからロバート山本みたいな。まあ違う、そっちよりロバにかけてる。あ、そっちのかけてるのね。はい。そうっすよ、ロバオ。あ、これはでもジョークかなと思いましたよね。いやだからそうっすね、行ってみないと。はい、いろいろとジョークありますけど。あ、時間経っちゃった。さあ、この後本、あのね、後半でもお読みしますので、ぜひ皆さんもメール送ってください。今日は、イッツジョークでお待ちしております。はい。時刻は、8時29分を回ります。この後は、県内のニュースです。皆さん、今日も一日笑顔で、いってらっしゃい。サトシ、こっちが悪いて。なんで？車が来たら危ないでしょ？でも、そしたらママが危なくなっちゃうよ。サトシ、こっち側じゃダメ。もうちょっとお兄さんになったらね。その男を心身した車、エスクワイア。お近くの群馬トヨペットへ。おはよう、前橋駅から。8時47分です。おはよう前橋からお送りしております。さあ、この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と足こと関足です。お願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。起きてください。今日もね、一日頑張っていきましょう。はい。さあ、今日のテーマお願いしてもいいですか。今日のテーマは It's joke。 はい、ジョーク、はい、あんなジョークを言った言われた、さすがにあれはジョークであってくれなどなど、皆さんからメールをいただいています。はい、ラジオネーム太っちょ塾講師さんからです。うんうん、皆様おはからです。おはからです。おはから。20代の頃、お姉さんのいる生徒がいると、お姉さん紹介してとジョークを言っていました。うんうん、ある年、実家が保育園を経営しているという生徒がいたので、うん、ジョークで保育士さん、噛んじゃった、保育士さん紹介してと言ったら、はい、その子が園長をしている母親に相談、うん、本当に紹介してもらうことになりました。わあ、いいじゃないですか。結果はご想像にお任せします。うわあ、これはいい方で想像しちゃおう。自分37歳で体重は約100キロ、うん、太っちょに紹介したい女性がいるという方がいらっしゃいましたら、ルナパークにいるアッシュさんにお声掛けください。よろしくお願いします。なんでアッシュを窓口にするんですか。同じムジナの穴のムジナですよ、私は。36歳独身ですから、一緒に探しに行きたい方ですから。ちょっとそうか、だから失敗したってことです ね、さっきの。じゃあ幼稚園のやつは、いい方に想像するって言ったのに。いや、だってもう募集中って言っちゃったから。そうね、残念ながら、だから今度から太っちょさんがそういう冗談言うときは、うんうん、紹介してください、2人分って言っといてほしいな。もう1人いるんですよって、変な緑タイツ着たエンターテイナーがいるんですよって、2人分探しついてほしい。青の全身タイツを着て、そうそうね、青塗りをするやつがいるんですよ。それは1回だけですよ。なーに、やっちまったな。男は黙って。さっきやらないよ。さっきのいるんですよって言うと、それが発動しちゃうんですから。まあね、太っちょさん、そういうね、ジョークを言ってたということで、それ結構俺はありだと思いますね。んなんか冗談っぽく言って、はい、本当に見つかったらいいじゃないですか。確かに。だから向こうは、えって言われたら冗談に決まってるじゃないですかって言えるじゃないですか。でも待って、私はそれは男性としてダサいと思います。もうそんなダサいとか言ってられる年代じゃないの。もう必死なんだから、こっちはもう老後がかかってるんですから。一人で寂しくこう家でこうなんかいい気がしなくなっちゃうか、ちゃんとね、夫婦でちゃんと子供もいて、うんうん、老後いい老後を迎えられるかにかかってるんですから。でも私だったらですよ、はい、もしも例えばなんだろう、例えばじゃあーちゃん好きと言ってもらえるかもしれないじゃないですか、はい、そうした時にはそれで私が例えばごめんなさいってなった時もジョークだよって言われたら、もうすごいショック。いや、それ言わないよ。そのダメだよって言われたら言わないよ。言わないんかい。いや、わかんない。でもどうかな。でも男の人だったらやっぱり何回もアタックしてほしいっ
と思いますよ。聞きました、おはからリスナーのあーちゃんファンの皆さん、何回もあーちゃんはアタック困ってるそうでございます。なんでそうなるのよ。でも私はそういうなんかその、男らしいなと思いますよ。わ、やっぱり一途にめげずにこう追いかけてる人っていうのはかっこ悪くないし、すごいかっこいい。いやー、それは人によると思うんす、うん、だってなんか、うん、重いもやだって思う人もいるじゃないですか。あ、昔はちょっと思ってたけど、そんなに来ないでよっていう、絶対それあると思うし、うん、昔若い時はみんなちょっと思っちゃうかもしれませんよ。だからもう冗談でなんか足だったらいろんな人に、いやいいね、かわいいね、好き好き好きって言ってて、いいよっていう人がいたら、あ、この人にしようっていう、それがいいと思う。アッシさんは本当ないは何なんですか。いや、その方がさ、いいじゃん、だって、だって私がもしもなんか例えばだよ、それでもしもいいですよってなった時に、はい、ありがとうございます。それを後から聞いてみんなに言ってたってなったら、いやいや言ってないしっていうもん。みんなは嘘だしって、みんなに言ったのは冗談だけどって言えるじゃないですか。やだ、そんな男性やだ。もう30後半になってくるともう後がないんですか、うん、老後のことを考えるからね。必死なんですか。太っちょさん、ありがとうございました、はい、ね、ぜひ太っちょさんにね、紹介したい女性がいる方はぜひアッシさんに声をかけてください。続いてラジオネーム、エイトママさんから、はい、皆さん、おはからです。おはから、おはから。うちの旦那さんはよく冗談を言ってきたりするのですが、私が真面目な話をしている時や、今絶対そんな雰囲気じゃないよねって時にも言ってくるので、うん、なんで今言うのとイラッとしてしまいます、うんうん、ジョークって時と場合を選ばないとユニークさがなくなりますよね。アッシさん、イライラを吹き飛ばすジョークをお願いします。きつい、無茶ぶり、ジョーク。うまい返し。うまくはない、困ったら叫ぶっていうね。ママさん、いかがでしたでしょうか。いやー、でもイライラを吹き飛ばすジョークはないんじゃないですか。なんか、うーん、な、まあ難しい。でもアッシャよくその、だから今言われたことの反対側の立場なんで、はい、いつでもふざけたこと言うから、本当に言っちゃいけない空気でも言っちゃったりして、なんか余計変な空気になったり、火に油を注ぐ、怒られたりしますよ。小学校5年生の時に菅野先生がなんか体育の授業にプンプンしてたんですよ、うん、みんながちゃんとやんないから、菅野先生が、菅野先生っていう人がいて、うん、怒ってる時も俺なんか怒られてんの退屈だから変顔してたら、何で変な顔してんのって余計怒られてすげえ俺だけ怒られてみんなの怒りが俺に一気に集中して菅野先生の怒りを一人で背負いましたよ。クラスに一人はいるんですよね。あって、なんかもうなんで授業案内で怒ってんだろうと思って思われたけど、うん、で女子にさ、男子とかさ、まあ言われますね、関君。女子はすぐなんか掃除の時にほうきとかで野球やってると、なんで掃除ちゃんとやんないのって怒る、言いますよ、すぐ怒るじゃない、言います、言いますよ、男子ちゃんとやってっていうのがね、やってんじゃん野球って思う。でもなんか今考えると甘酸っぱいですよね、なんかね。そしてラジオネーム、誰だ、白鳥女さんからいただいています。はい、今日のメールのテーマは It's joke、うん、M-Web前に現れる白鳥女よ、はい、以前一度だけおはからの放送中にも現れたわ、うん、エゴサーチをするつもりはなかったけど、たまたま見つけちゃったのよね。とある方の SNS に事細かに書いてあったわ、うん、私は普通の人間よ、白鳥女はジョークよって言っても、その方には白鳥女が衝撃的すぎたのかしら、お騒がせしてごめん、遊ばせといただきます。あー、なんかでも誰が書いたかもなんとなくわかるの、うん、多分あの人かあの人かなっていう人は思いつくけど、でも白鳥女さんはジョークなのかなって思いますね。本気であれをやられてたら困りますよ。いや、なんか本だからね、うん、ジョークと本気の狭間みたいなのがあるんですよ。なるほど。そう、その人はジョークと思ってないんですよ。はいはいはい。生き様、なんだろうな、これ難しい。いや、ルルちゃんはジョークよって言ってるから。いや、俺もうジョークの髪はちょっと穴開けてます。障子ポコッと開けてるみたいな。女性で、はい、ね、下半身に白鳥をつけて、うん、はい、ね、スタジオ前に来る、これはジョークであってほしいです。いや、いいんですよ、そのなんだろう、常識概念みたいなのを覆してほしいんですよ、あーちゃんに。だから今白鳥女さんしかいないからあれですけど、うん、そのうちダチョウ女さんとか、うん、あとなんかいろいろあのフラミンゴ女さんとかどんどん増えてきたら、あ、これが普通なんだなって多分流行ると思うんですよ。流
流行るかな。だから例えばタピオカドリンクを一人の人が飲んでうめえこれって言ってもみんなが何それって言うかもしれないけど、うん、例えば100万人の人がうめえこれって言ったら、うん、うわタピオカすげえってなるじゃないですか。なりますね。それと一緒だと思うんですよ。なんかもうあの多数決が強いみたいな白鳥女さんがだから大群でやってきたらそれが正義になると思うんで。いや一発で通報する。いやだから通報で駆けつけた人も白鳥女で来てあこの人か白鳥じゃない人はって逆に白鳥じゃない人を捕まえていくっていう。うん疲れた。ラジオネーム酒太郎さんです。あ俺の意見が通らない。はい、イッツジョーク。アッシ君ならいっつもジョーク。いつもジョーク。そうふざけてるってことですか。うん常に苦しいとか。何でよ感じて感じて。なん苦しくないですよ。常に苦しい。いやいや常に楽しい。上楽上楽です。磯日ならいっつもジョーク。上を見上げてないと会話やコミュニケーションがね。上空ね。すごいですな。いろいろ考えますな。いやこの方うまいですよね、うん、ジョークとかけて英語と解く、はい、その心は外人さんとの交流に欠かせません。さあ今日はアッシー君のギャグが満載だねと。サケちゃんも疲れました。私は私はギャグとかそういうのをやってない人なんですよ。朝からラジオネームさやか会のどんちゃんです。はい、あーちゃん付き合ってください。お来ました。半分本気半分ジョークって。ほらこれ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 なんですよ。男の人は結構あると思うんで、この照れ隠しダメージを減らす作戦。ダメだったら冗談だよっていうパターンです。あ、おはようございます。そしてアッシ君ファンやめます。ジョークです。あ、早いよ。もうちょっとって言わしてよ。ごめん今そっちの外が気になっちゃって。はい、目崎さんとユキンさんが来てくれてます、ね。二人仲良く。あれ？二人はこれ、はい、付き合ってるとかわけじゃないですよね。二人朝出勤ってことは。あ、これジョークって言ってほしいけど。ジョークジョーク。ガラス越しだからなんて言ってるかわかんないですね。わかんないね。二人は付き合ってるんでしょうか。はい、さあそしてラジオネーム高崎のパパさんからもいただいています。深谷から木下さんもいただいています。そしてハワイのママちゃんからはね、ママはすぐ信じちゃうの、まだジョークは下手なのよといただいています。はい、そしてアレリアハレリアさん、決してジョークにはできない芸人さんたちのね、あれやこれやよ見る番組をねよく見ていたんですって。はい、はい、だから見ていたから非常に見れなくなって残念ですという。どういうこと。これあんま深く考えない方がいいですね。深く考えちゃおう。うん、はい、じゃあというわけで皆さん今日もメールありがとうございました。ありがとうございました。さあ明日のテーマなんですけど、はい、明日はですねサトシさんからいただいています、うん、テーマは消す、消えた、消した消火器、消しゴム、消防車、消すがつけば何でも OK っていただいています。あ、消す、うわ斬新なメールのテーマですね。あ、なんだろう消す。ねえ、サトシさんいろいろ消したい格好がありそうですからね。ちょっと聞いていきたいと思います。そういうことですか。明日は消すでお待ちしております。はい、それでは本日の担当は磯日彩香と関橋でした。また明日お会いしましょう。さようなら。バイバーイ。